ここ10年ぐらいで、はい、まあ、日本の国民の健康意識ってすごい高まったと思いません、ね、物販万歳全国上位 3% の半兆円が絶対に外さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。はい、武蔵野メディカルの上田です、はい、プラブホールディングスの松山です、はい、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、接骨院の開業案内所ということで、まあ、何回かさせてもらってますけども、今日は接骨院の形どんなのがあるのかなっていうところをちょっと ご案内したいなと思います。一つはですね、いわゆる骨付きと言われる外傷特化型の、まあ、基本中の基本の怪我を見る接骨院っていうのがあります。そこからですね、ここ最近どうでしょうかね、ここ5年10年の間に怪我だけじゃなくってトータルヘルスケア型ということで、例えば運動療法を教えたりとか、食事療法、あとは睡眠の質を高めるような案内というかレクチャーをする治療院が増えてきたと。ということで今日はこの食事のところが何かフォローできる企業さんないかということで探したところ、このプロラボホールディング行き着いたということで来ております。で、見てください、これ後ろ何ですか、これ見えますこれ、松山さん、はい、これ色鉛筆ですか？色鉛筆じゃないです。色鉛筆ではないこれ完全にあの色鉛筆とあの24色の色鉛筆かなと思って私ね、こう入った時にスタッフさんいたじゃないですか、はい、これ色鉛筆ですかって女性のスタッフさんが言ったらみんな無視されたんですよあれって何ですか、あれやっぱりこう社外の人には冷たいとか、そういうわけじゃないですそういうわけじゃないです。何なんですか、酵素ドリンクですね。あ、これ一番上のやつが酵素ドリンクです、ね、これ何種類あるんですか？これが今通常販売しているのが3種類ありまして、はいはい、プラス年に1回季節限定みたいな商品が年1で出るっていうような感じですね、うん、でもこれなんか色合い、あ、でもあれか、同じのがこうなってるから、それは全部で5種類ぐらいってことですか？はい、ここに乗っかってるのは5種類ですね。なるほどなるほど、はい、今この酵素ドリンクがメインの食事をサポートするっていうことなんですけど、はい、酵素ドリンクってそもそも何なんですか？酵素ドリンクっていうのは、はい、お野菜とか果物を発酵させたドリンクみたいなもので、はい、飲んでいただくことによって腸内環境の改善だったりとかっていうのを目的としてたりします、ね、うん、はい、上田さんやったことありますかね？あ、私も一回挑戦させてもらって、はい、ファスティングでやらさせてもらって、はいはい、そうです。いわゆるその酵素ドリンクを使ってファスティングっていうものをしていただくためのドリンクっていう、ね、なるほど。そうするとあれですか、酵素ドリンクを飲んで要するにいわゆる腸内環境を良くするっていうことで、はい、それがイコール健康増進につながるってことなんですか？そうです。なるほど、はい、なのでファスティングっていうと3日間断食、コースドリンクとお水だけで過ごしたりとか、はい、1日だけコースドリンクとお水だけで過ごしたりとか、うんうん、一番多いのはもうとにかく朝食をコースドリンクに置き換えて過ごしていただくっていう方がとても多かったりしますね、はい、なるほどなるほど。いわゆるそのコースドリンクを飲んで私イメージしたのは、はい、ダイエットとかそういったところも一部あるわけですよね、はい、ただやっぱ本質的には腸内環境を良くして健康を高めていきましょうということなんですかね。そうです、そうです。商品を使うとかっていうわけじゃないんですけど、はい、ドイツとかだとこのファスティングをするというのが病気の改善につながるとかって言われていたりしていて、うん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 、その保険が適用されたりする場合もあったりするので、なるほど、あくまでもファスティングというのはダイエットが目的ではなくて、うん、体質改善だったりとか内臓を休めてあげる、腸内環境を変えてあげるっていうのが一番のポイントになります。なるほど。酵素ドリンクもそうですけど、はい、今から10年前とかその15年前ってこういったのなかったですよね、はい、食品でも。そうですね、ここ10年ぐらいで、はい、まあ、日本の国民の健康意識ってすごい高まったと思いません、ね、うん、はい、高まりましたね、はい、この10年で見た時も高まったと思うんですけど、うん、2、3年前からこのコロナっていうのもあって、はい、多分より健康意識っていうのが高まったのかなっていう気がしてますね。なるほど。で、松山さんよ、はい、日本の人口がどんどん減ってるじゃないですか、はい、どんどん減ってるにもかかわらず整骨院の数ってやっぱ増えていってるじゃないですか、うん、そうすると昔みたいに100人とか200人来る院なんてもうないじゃないですか、うん、そうすると接骨院の経営って考えた時にどうしたらいいと思います、うん、そう、もう間違いなくもうここまで来て僕は他の施術でとは言いませんけれども、シンプルに言ってシンプルに言ってどう思います？客単価を上げる。そうそうそう、はい、これ言ってちょっとやらしい話かもしれないけど、はい、人数が限られてきてるので、はい、いかに一人一人の患者さんに対して手厚くサービスをしていくか、うん、医療の中でサービスをしていくかなんですけど、うん、そうした結果客単価が上がるっていうところに、うん、持っていってる院はめちゃめちゃうまくいってるじゃないですか、うん、その分客単価が上がるっていう言い方もできるけど一人一人を手厚くサポートしていく、うん、その結果経営の方も安定していくっていうのがあるので、うん、はい、より患者さんと密着していくというか、うん、地域に本質的に根付いていくっていう必要がありますよね、うん、はい、そのためにもこういった物販とかっていうのは一ついいかなと、うん、そうですね、はい、施術だったりとか今自費のメニューとかで売り上げを上げるとか、うん、単価を上げるっていうのもありだと思うんですけど、うん、それって絶対限界が来ると思うので、そうですね、ただまあ
そういう客単価を上げてそこに来られている患者様も、うん、おそらくそういう方ってどこかインターネットだったりとか、うん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 、それこそ薬局だったりとかで多分サプリメント購入されてる方やってますよ、ね、いらっしゃると思うんですよ、はい、そういうところを整骨院さんでケアできるとより良いんじゃないのかなと思います。そうですね、うん、じゃあ松山さんね、はい、実際今整骨院のその開業の形っていろいろありますよという中で、まあ、食事も大事だという話になってますけど、実際このプロラボさんのこういった商品っていうのは結構今売れてるんですか？そうですね、売れてるんですか？ありがたい話、あのお取り扱いいただいてる治療院さんも増えてきてますし、治療院さんでのその販売数っていうのも増えてきてる。なるほどなるほど。そうすると結局整骨院に来られてる患者さんが、うん、そういったものを求めてると。そうですね、整骨院さんのそのやり方とか、はい、その集客対象にもよると思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり30代40代の女性が多い院なんかは、うんうんうん、特に需要はすごくある。なるほどなるほど。そうか、そんだけ需要が高まるんであれば整骨院開業においても取り入れてもいいし、うん、まあ既存でも開業されてる方もこういったものを入れていくっていうのは一ついいかもしれないよね。うん、とてもいいと思いますし、最近もあの本当に開業時から最初からこう物販やっていこうみたいな先生からのお問い合わせっていうのも最近増えてきましたね。うんうんうん、なるほど、はい、なんかね単純にその物販っていうとなんかセールスみたいな感じの聞こえ方するじゃないですか。治療院でもともと治すっていうところが、はい、なんか物販っていうとすごくこう毛嫌いされる先生いるんだけど、はいはい、物販じゃなくていいもの提案してたら結果的に物が売れましたっていうことだよね。うん、そうですね、そうだよね、はい、物販っていうとなんか物売りみたいなイメージするけど、はい、そうじゃないんだよね。そうじゃないです、あくまでもお客さんを健康にするっていうのが目的の中での商品の販売だったりするんですよね。そうなんだ、だから物販って音の響きがねやっぱそうなっちゃうんだよな。だからちょっと変えていった方がいいかな。だから物販に例えば万歳っていうのを、万歳ってなんかすごくあのハッピーなイメージがあるじゃん。万歳万歳、ちょっと物販と万歳を一緒にちょっとガッチャンコしてもらっていいですか？ちょっと言ってもらっていいですか？物販万歳よくなったよくなった物販万歳、これどういうことですか？どういうことですかそれだから違う、必要需要は絶対あるんだけど、はい、物販しましょうって言っても先生方多分俺そんなセールしたくないよってなるわけよ、うん、はい、でも本当にいいもんなんだから、うん、結果物販で売れたっていうことなんじゃん、うん、だからそれって喜ばしいことだから万歳なわけよ、はい、だから結局物販って言ってるけど本当のところは物販万歳なわけよちょっと理解苦しみますねちょっと一回分かんないけど一回試しに2人でさ、はい、一回ちょっとちょっとやってみる、はい、物販万歳って言3回ぐらいちょっとやってみよう、はい、3回もやるんですか私物販で言うと3回いるからね。そうしたらどういうふうに視聴者があの減るのか増えるのか分かんないけど、ちょっとやってみようか、はい、いくよ。物販万歳、物販万歳、これどう？しんどい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 、ダメかな、しんどい。でもそれぐらいやっぱりあの必要性絶対あると思うんだよ、はいはいはい、それをちょっと今ユーモアというかふざけましたけども、はい、それぐらい物販というかやっぱりあの食事の、はい、そういった栄養のあるこういうまあ酵素にしても他にもいろいろあるわけじゃないですか、うん、はい、そうですね、こういったものがやっぱ取り入れることは患者様のためにもなるし経営の方も安定させるきっかけになるので、うん、絶対いるかなと思って今日は来てるわけですよ、うん、ありがとうございます。そんだけ需要がないとここ港区のすごいところにあるんですよまあ儲かってまくってないよねそんなことないですよ。なんですよね。でもまあ健康をね提供する場としての整骨院さんでも、はい、こういう栄養とかその食事みたいなサプリメントの提供ってでもそんなにすごい間違ってる話じゃないのか、うんうん、そうですよね。これ今ちょうど10分ぐらいか何分か分かんないけどここまで見た方は興味あると思うんですよ、はい、そういった方に何かこうプレゼントっていうのなんかないですかね。ああプレゼントですね、はい、そしたら酵素ドリンクだったりとか、はい、サプリメントだったりとか、問い合わせなんかそのフォームがあるんですか？ありますあります。この後概要欄貼っとくんで。あ、本当ですか、はい、概要欄でいただいた方にはいろいろ商品の小さいサンプルみたいなものを詰め合わせで送らせていただきます、はいはいはい、なるほど、スタートアップ的な。そうですね。あ、じゃあそれを送りますので、はい、興味ある方は概要欄見て申し込んでください。はい、